般の人を参加させて作り上げるプロジェクトっていうのはこれまでも何回かやってきています。ただ今回のこの BFC のプロジェクトで一番大きいのはその規模、それから、スケール感ですね。これが決定的に違います。説明をしたんですね。それはあらゆるものと関係を結ぶ、永遠に続く、そしてそれは変化し続けるっていう、この3つなんですけど、300人の市民を募集してそれを選ぶなんていうのはなかなかできるようでできない話なので、それもやらせていただいたので、今回本当に自由だったと思います。アートっていうのは、見る側の自由に任されています。だからアートなんです。今回の作品もいろんな意味がそこに含まれていますけども、見る人たちが自由に見てそれをダイレクトに感じてほしいっていうのが私の一番の願いです。